プロデューサーさん、猫のミヤオミヤですよ。どうですか？ちゃんと猫に見えていますか？いちかさんは野良猫だった私を拾ってミャオって名前をつけてくれたんですよ。なのでとってもご恩があるんです。それに妹のさなちゃんやふたばちゃんとも仲良しですし、だからみんなのためにも頑張ろうと思います。やりますよ。えいえい、おこれでいちかさんに恩返しができたでしょうか。みんなにはずっと笑顔でいてほしいですからね。おお、プロデューサーさん、ありがとうございます。猫役と聞いてたので、どんな衣装になるのかなと思ってましたけど、とっても可愛いですね。これならコブンちゃんみたいな猫さんになれそうですよ。なんだか照れますな。そうですね、たくさんの人に見てもらいたいです。ところでプロデューサーさん、スリーサイズを教えてくれますか？はい、スリーサイズがわからないと衣装が作れないので。もちろんプロデューサーさんのですよ。美咲さんに教えてもらって作ってみようかと。私この衣装がもらえた時、なんだかとっても嬉しかったんです。なのでプロデューサーさんにもその気持ちを分けてあげたいと思いまして。映画でですか？おお、そうでしたか。それなら大丈夫ですよ。今の私はやる気に満ちていますからね。必ずプロデューサーさんやファンのみんなに楽しんでもらえる素敵な映画にしてみせます。
ラレーサーさん、お疲れ様です。30分休憩だそうですよ。はい、最後のシーンでリテイクが続いてしまったので、もういちかさんとゆうりさんを二人きりにしようとするシーンがどうしてもうまくいかないんです。みゃおがいろいろ失敗して、しっぽちゃんがうまくフォローしてくれるところなんですけど、はい、監督さんになんだかテンポが良くないと言われてしまって、もう、でも私お芝居だって分かっていても、失敗するとなんだか気になってしまって、それでつい振り返ったりしてしまうんです。気にしないで進んでって言われたんですけど、はい、どうしたらいいんでしょう。ありがとうございます。でも大丈夫ですよ。プロデューサーさん、猫はこういう時どうしているんでしょうか。はい、それとも本物の猫は失敗なんてしないんでしょうか。人間には見せないようにですか。信用している相手ですか。プロデューサーさん、ありがとうございます。私なんとなくわかりましたよ。はい、猫のミャオが失敗してもどんどん進んでいける理由です。ミャオはしっぽちゃんを信用してるんですね。だからどんどん進んでいけるのかもしれません。なので私、次はどんどん進むことにします。しほちゃん、いえしっぽちゃんを信じますよ。